キャッシュのミッドコントロール、ミッドの、スモークいくつかパターンを説明します。まず1つが、レンツスモーク。レンツスモークは1、2、3、横断歩道、この白いラインの上に沿って走って、レティクルはこの位置、この窓の中心、ここに向かって走ってジャンプ投げです。投げるタイミングは走ってって、この白いラインが自分の画面から来た位置、この時なので、実際投げるとこう、そうすると完璧に見えないスモークになります。これは1個目で、次、ハイウェイスモーク、シロコンスモーク。シロコンスモークも同じように、1、2、3、3番目の上立つんですけど、今度エイム合わせる位置がこの A の1、2、3、この横の線と同じ高さですね。ここ。つまり、投げるときも一緒、この白いラインが消えたとき。投げるタイミングも一緒なので、つまり、こう。見えない。全く見えない。見るんだったらこうしなきゃいけない。ただ、これの、デメリットは、普通にこうやってスモークの横から出られると分かりづらい。ので、必ずここ見とくようにする。か、HU とか入れとく。これがスモーク。基本的なスモーク。最低でもレンツスモークを入れる。アップで勝負したいんだったら。で、もう一個入れれるんだったらこっち入れる。だから、2個炊くとこうなります。こう。そしたら次怖いのがここ。土のう。土のうは、こっからでも、この上の、塀のとこに当てれば、モロトフが入るし、上からでも、投げれば、入るので、そうやって安全に入れられる場合は、投げる。入れられない場合は、外から投げる。ここのパイプのとこにエイム中心合わせて、ここに縦線が1、2、3、これ見えて4か、あると思うんですけど、この2本目、左から1個目、ここに縦線合わせて、エイムはこの鉄骨の上に合わせる。こう、ここね、で、モロトフを持って歩く。歩いて、この部分にエイムが重レティクルが重なったときに、モロトフを投げます。つまり、こう、ひっついて、合わせて、こう。そうすると、体出さなくても、モロトフが入るんで、出ざるを得ない。もし味方に乗ってもらってるんだったら、出たところを当然、ここと、ここはスモーク入ってるし、ここもスモーク入ってるので、もし敵がスモーク抜けてもどんどん入ってるんだったら、もう出てくるよ、殺せばいいと。で、もう一つダクト、相手先端詰めてるよっていうのだ、報告が入ってるんだったら、ダクトモロトフ。念のため、この R みたいな、これなんていうかわかんないけど、ここに白いラインがあるから、ここに行って、入れてくるは、この煙突が2本あるので、左側の煙突の左側。そのまま上げてって、この窓のところのここ。つまり、この位置。で、ちょっと走りながら投げる。もうちょっと、走んなくてよかったかも。練習したら、多分、投げれるようになると思います。ここで合わせて。まずい。これで潰せます。なので、もし先端の人が音聞いてて、
音聞いてて、当然相手ももくれてくるので音聞いてて、あ、突っ詰めてる、どのダクト行ったっぽいっていうんだったらあれを投げると。で、気をつけなきゃいけない、センター全然関係ない話だけど、これこのヘビよくみんな投げるけど、これはあんまり効かないので、あんま投げない方がいいですね。特にこういう味方してる敵とかあんまり効かない。特にラッシュで出ようという時にこれやるのあんまり、こっち右側に行くので、この食らう範囲が、このエリアは食らいづらい、上に後ろがカバーしづらい。で、投げるんだったらここから入れてもらうと。これは反射も聞こえないし、加速してる球が、あの、投げるスピードが速いので相手は避けづらいと。で、この位置投げてもらえば出た、爆発したところから出れると。はい。で、もう一個ダブルスモークと呼ばれるもの、一人がここに立って、まあ、どこでもいいわけじゃないけど、こ目印になるのはこの位置、このここどこに一人目が出てくる、合わせて投げる。二人目がここに張り付いて、今度この真ん中のところ投げる。これで見えなくなる。ただこれ猛烈に抜かれるので、まあ正面取っていくと抜かれるので、必ず上に日々通してもらったりして相手を下がらせることが大事。うん、じゃないとこう普通にこうめちゃくちゃ抜かれるので。で、もう一個耐えてほしいの、できればあればいいのが、このスモーク、ここに張り付いてしゃがむ。しゃがんだ時に分かるかな、ここにこの枠ができると思うんだよね、草で。ここに入れてくらわせて、しゃがんだ後に合わせて立つ、投げる。そうすると、これがたける。どうなるかっつうと、しゃがんで合わせて立って投げる。投げるで、このグラス完成する。こうするとこうダクト行く時打たれないし、まあ、ここは若干見えるんだけど、ここは逆に殺してください、決め打ちで。これ昔タイタンはこのスモークを焚いて、エイペックスがこの今のさっきのスモークの裏を通って殺しに行くってやつをやってました。もし A に殺せたんだったら A に行けばいいし、殺せなかったら B に行くっていう。これはセンターの取り方の2パターンですね。スモーク、スモーク、まあ、とりあえずスモーク、スモーク、あ、もしくはスモーク、スモーク、スモーク、スモーク使う場合、使わなくても普通にアップで勝負するんだったら使わずにと勝負して、使うんだったらこの取り方をすると。はい、これが、キャッシュミット2パターンです。